私の名前は織部小鳥。ちょっと小さな会社を経営している。でも小さい頃はちょっと訳ありの子供だった。なぜかというと、4歳の頃に父の不貞が原因で両親が離婚してしまったのだ。俺は真実の愛を見つけたんだ。あんた何言ってるの。父は愛人の方を取って出て行った。それ以降一切父とは会っていない。その時に養育費やら何やら決めたみたいだが、もちろん払われていない。ごたごたしていたが、父の母、つまりは祖母は離婚までいつも私の面倒を見ていてくれた。母と祖母の関係自体は良好だったようだ。あんたはいい子だからね。きっと幸せになるよ。おばあちゃんはずっと味方だからね。わーい！いつも遊んでくれたり、何かおもちゃを買ってくれたり、後から聞いたが、ちょっとお金を持っていたそうな。それから時が過ぎ、母と二人で頑張って暮らしてきた。言った通り父は養育費も慰謝料も払ってなかったから、生活が安定するまでは苦しかった。母は朝から晩まで働き、私も高校生になったらバイトを始めた。生活費はともかく、学費のことで母に面倒をかけたくなかったからだ。勉強も頑張って、なんとか国立の大学に進学。その時は母も泣いて喜んでくれた。小鳥が頑張ったからよ。よかった。本当によかった。そうして大学在学中に友達と会社を立ち上げた。宿泊しながらなんとか経営し5年、社員も雇えるようになっていった。その頃だ、いきなり知らない弁護士がやってきた。おばあさんがあなたに遺産を残しています。相続放棄してください。え？そんなことを言われてポカン。落ち着いて母も呼んで弁護士から話を聞くと、まず祖母が亡くなったことを知る。ずっと前から祖母が私を不憫に思っていたらしく、遺言状に私宛の相続を記してくれた。祖母が亡くなってから銀行の貸金庫から遺言状が出てきたそうで、家族の誰もが貸金庫の存在すら知らなかったために、父方一家びっくりしてしまったと。祖父母は戦後に地元で事業を起こした人で、今は父の兄が継いでいる。個人名義でもそこそこ財産があったので、きっと期待していたんだろう。それで慌てて弁護士をよこして相続放棄するように迫ってきたのだ。それで手続きを。勝手に進めようとする弁護士を私は止めた。やっぱり父は勝手なんだなと改めて実感する。母に慰謝料も払わず、養育費も払わず、ボイス揃って木の実着たまま同然で追い出した父に遠慮する必要なんてない。放棄しません。ありがたく相続しますとにっこり笑って答えた。私も会社を起こしたばかりで資金繰りに苦慮していた時期だったし、母も私のことは気にするなと言ってくれたので、遠慮なくいただくことにした。わかりました。それとこれも。祖母が遺言状に添えるように手紙を残してくれていたので、弁護士から受け取った。その中に子世帯のことだからと、離婚もその後のことも口を挟まずにいたけど、やはり後悔しかない。今までの小鳥ちゃんへの養育費とお詫びだと思って受け取ってほしい。生きているうちには会えないかもしれないが、私が亡くなった後にこの手紙を読んで許してくれるなら、一度だけお墓参りしてほしいな。おばあちゃんはいつでも小鳥ちゃんの味方だからね、なんて書いてあって思わず泣いた。これで相続放棄したら祖母がかわいそうだとも感じた。祖母の遺言状は祖父にすら内緒で作成されたものだった。だが昔の部下を証人に立てて交渉役場で作ったもので、さらに祖父や父の兄への遺留分にも考慮してあったものだから、法的に何の問題もない。弁護士はそれを分かっていたので放棄の強要もしない。これでおばあちゃんからの最後の愛情をもらえたな、なんて思っていたのだが、次の日会社で仕事をしていると電話が鳴った。はい、もしもし。ああ、小鳥か。久しぶりだな。元気だったか。記憶がいろいろと蘇ってくる。全部嫌なものばかりだ。この声は父。間違えるはずもない。何か用ですか。あのさ、弁護士言ったよな。なんで相続放棄しなかったんだよ。お前関係ないだろ。遺言状に書いてあったと聞きました。そんなの無効だから。今まで会ってなかったくせに。いいか、金は渡さんからな。言うだけ言ってガチャ切り。大きなため息しか出てこなかった。それから裁判してもそれ以上は望めないのは分かっていたくせに、嫌がらせみたいに裁判を起こしてきたのだ。そこまでしてお金が欲しいのね。はあ、こっちも弁護士探さなきゃ。時間をかけることもなく、あっさりこっちが勝った。なんでだ、俺の金なのに。ふざけないでよ。裁判所には弁護士と母が行き、そこで父の抑えにも初めて会ったそうだ。私は仕事だったし、母を見るなり舌打ちしたり睨みつけてきたので、ああ父の選んだ女だもんなと納得したみたい。いろいろ暴れていたが、結果が覆るわけでもない。これで二度と会わなくて済むは甘い考えだった。
裁判の後もまた面倒なことに巻き込まれたのだから、一週間も経たないうちに父の後妻がわざわざうちの会社までやってきたのだ。朝方に私の会社の前をうろついていたところを、出勤してきた従業員に声をかけられて、びっくりしたのか転んで骨折したので救急車呼んだらしい。私は連絡を受けてそれを知った。大丈夫？すいません社長、知らない人がうろうろしていて声をかけたらびっくりさせちゃって、相手が転んだんです。そう社員は正直に言ってくれたのに、後妻はその従業員に襲われたなんて言い出した。いきなり押してきたんだ。こいつの差し金だろ。許せない。これは事件だ。駐車場の出入り口に監視カメラがあるんで警察に提出しますね。後妻は本気で被害届を出しに行こうとしたので、私も警察へ。あんたが遺産を全部私たちに返すなら許してあげてもいいけど。まあ監視カメラを見て判断は警察に任せましょう。監視カメラの映像を提出。もちろん後妻が勝手に転んだのが証明された。違う、こんなの嘘。みんな騙されてるんだ。映像にちゃんと映ってますよ。被害届は出せませんからね。お引き取りください。ふざけんなよ。翌日、父が慌ててすっ飛んできて、警察署で両親離婚後初の親子の再会をしてしまった。ご無沙汰してますが、娘の小鳥です。嫌なところで会いましたね、なんて某ドラマのキャラみたいな口調で言ってしまった。おう。なんかいきなり来たその人を連れてってもらえます？迷惑なので。記憶にあった父は割と男前だったんだけど、実際に会ってみたらなんてことない、しょぼくれたおっさんでがっかりした。電話でもあんなに強気だったのにね。後妻は厳重注意で解放されて父と家に帰っていった。母にも報告したら本当に呆れ返っていた。金のことになると人間変わるって言うけど、あの男は昔からそういうやつよ。しばらくはレコーダーとか持ってなさい。うん。母の予想通りとなった。後妻は私の会社に誹謗中傷を始めたのである。まずは口コミ、とにかく星1にして、最低の社長、大したことない女がやっている、金の亡者なんて明らかに後妻が書いてるのがバレバレ。それから迷惑電話、とにかく毎日決まった時間に何回もしてきた。社員たちの時間も奪われるし頭にきた。最後は母への攻撃だった。家の留守電に、あんたより私を選んだんだからざまあみろ。あんたの娘に財産返せって言っとけ負け犬とか、もっとひどい言葉を残していた。全部記録して会社の顧問弁護士に渡してやった。証拠もあるしいい加減に訴えるよと父の兄の会社宛に文書を送ったらピタッと止まった。父はそこの会社の役員、後妻は従業員だったしね。会社の管理を問えるような状況が揃ってたので会社宛にしてみた。するとすぐに父の兄、つまり私からすればおじさんから電話が来た。久しぶり。あ、おじさん。すまない、こんなことになってるとは。え、知らなかったの？弁護士に全部お任せしていて、弟たちが君を訴えたことも昨日知ったんだ。それは無関心すぎでしょうとちょっと引いた。おじさんはあまりにも社長としての仕事が多すぎて、それ以外のことは奥さんか弁護士、従業員に任せていたみたい。祖母の財産もあまり興味がなく、法律通りにやっていればいいぐらいだったらしい。関心が薄いのをいいことに、父と後妻が好き勝手やってしまっていることを謝ってくれた。君のお母さんと離婚した時もね、不貞したから俺は会社に入れたくなかったんだ。でも母さんが監視する意味でも雇えって言ってね。そう言われたのに全然できてなかった。おばあちゃんは父と後妻が他の人に迷惑かけるような存在だと分かっていたんだな。警察沙汰にもなったって記録もあるし、これをもとにきちんと処分をします。ご迷惑をかけて申し訳なかった。いえ。最後に、君が元気でよかったよ。母は本当に気にかけていたから。それじゃあまたね。おじさんとは数回しか会ったことはなかった。きっと祖母とはいろんな話をしたんだろうな。そしてすぐ父と後妻は懲戒解雇をしたという報告を受けた。度重なる嫌がらせ、おまけにろくに仕事をしていないことも明らかになったから。そしてもっと重い罪が発覚した。会社の金を勝手に使っていたのだ。経費として高い買い物をしたり、適当なところに旅行代わりに出張したり、みんな社長の親族だから言えなかったと。それも弁護士を通して全て請求。家も追い出された二人はどうなると思えば、やっぱり私と母のところにやってきた。おい、お前が財産放棄しなかったからこんなことになったんだぞ。返せ、母さんの金を返せ。やっぱりなという感じだ。どうせおじさんには逆らえないから、もう八つ当たりするところはうちしかないもんね。しかも遺産について納得していない。帰ってください。警察を呼びますよ。会社にも迷惑です。は？
お前が悪いのに。じゃあ責任を取れ。ここの社長を俺にしろ。親父なんだから当たり前だよな。そうよ、私も雇いなさい。役員でいいから。娘の会社に世話になろうなんて情けない。なんでこんな人が父親なんだろうか。切れそうになる前に母がドアを大きく開けた。あんた何にも変わってないのね。おお、ミツ、お前からも言ってくれよ。実の父親が困ってるんだぞってな。またお前とは暮らすのも悪くないし。じゃあさ、家事とかお願いしていい？もう私腰痛いからさ。じゃあ入ってもいい？お前らなんて親族でも何でもない赤の他人でしょ。一歩でも入ったらどうなるか分かってんでしょうね。母は本気だった。傘立てから自分の傘を持つと今にも飛びかかりそうなほど怒っている。その姿にさすがに父も引いていた。どうせさ、俺もさ、老後は小鳥の世話になるわけだし、今からでも。何言ってんの？他人の世話なんてしないよ。親を見捨てるのか？親らしいこと何一つしてないのに何が親なの？てかそこにいる人なんてマジで他人なんですけど。サナを指さして言うと途端媚びを売ってきた。あなたのことは申し訳ないと思ってるし、本当の娘と思ってるわよ。私のことお母さんだと思ってもいいのよ。だから私の母はここにいるたった一人だけですけど。笑わせないでください。悪いことをしてそのしっぺ返しが来てるだけでしょ。お母さんがいるのに不貞をしてそのまま私たちを放り出して、慰謝料も養育費も払わない、おじさんの会社にも迷惑かけてさ。誰もあんたなんて助けたい人いないよ。父ははっきり言われて呆然としていた。どこか私が父を思う気持ちは必ずある、助けてくれるなんて妄想していたんだろうね。残念ながらそんな気持ちはあの離婚した日になくなったわ。やがて警察が来ると二人は逃げ出そうとしたが捕まった。違う、親子の話し合いをしてるだけ。何も悪いことしてない。してます。帰ってって言っても帰ってくれません。小鳥、父さんはいつでも小鳥のことを考えていたぞ。大好きなんだ。警察の前でわざとらしく叫び始める。もう不快としか言いようがない。ただ警官もそんなのに慣れているのか、はいはいみたいな感じでパトカーに押し込んでくれた。サナも逃げようとしたががっしり掴まれる。あんたね、いい加減にしなさいよ。子供に迷惑かけて。本当の親なら子供に迷惑なんてかけないよ。警官にコンコンと説教された後、とりあえずおじさんが引き取ったそうだ。もうおじさん以外頼れないもんね、この人たち。ただまだ面倒見るのではなく下請けの寮にぶち込むらしい。やだ、働けない。お前らは性根から叩き直さんといかん。いつだって人手不足の業界だったみたい。年老いたおじさんでも構わず頭数に入れ、朝日が昇って日が沈むまでみっちり働くことに。もうダメだ。そのうちサナは離婚届を置いて脱走。父はあっさり帰って提出した。とっくに残してくれた財産はない二人。おさいは夜の仕事をしようとしたが、どこもいらないと言われ、工場で深夜まで働いている。父も同じようで、現場の怖い人に囲まれつつ、怒られつつ、働く大変さを思い出そうとしていた。が、年老いた体にはもう何もかも辛い。この入れてもらった会社も、いずれ使い物にならないと追い出されるんだろうな。そして私の方は何事もなく正月を迎えられそうでほっとした。最後の最後にあんたがもらったら、それでいいよ。あんたはおばあちゃんを忘れないようにね。うん、最後まで心配してくれていたおばあちゃん。おばあちゃんのおかげで今年も無事に年を越すそうです。おばあちゃん本当にありがとう。ただただ感謝しかない。今でもあの優しい顔が浮かぶようだった。おばあちゃん、どうか安らかに。すぐに私たちは墓に行き線香をあげた。ようやく会えたおばあちゃん。また墓参りに来るから、今度はもっとおばあちゃんの好きなものを持って。ご視聴ありがとうございました。また見てね。